日本スケート連盟は24日、都内で2023から24年シーズンの表彰祝賀会を開催した。フィギュアのペアで世界選手権銀メダルに輝いた三浦陸、木原龍一組、木下グループは優秀選手賞を受賞。三浦は今年もいただけて今後の励みになりましたと実感を込めた。シーズン序盤に木原が腰椎分離症となり、 復帰まで険しい道のりだった。辛い期間を乗り越えることでさらに強くなったと三浦。木原は、三浦さんに支えてもらう場面が多かった。チームの絆が深まったとパートナーに感謝した。復帰の道中で、木原がジャンプやリフトで苦労していた際には、三浦があなたはできるからと常にポジティブな言葉をかけたという。 三浦は、隆一くんがネガティブの発言が多くなって、私ネガティブでそれよりさらにネガティブになっているので、私よりポジティブじゃなきゃダメなんだよ、と言いましたと振り返った。それを横目に、木原は、確か、とりあえず褒めてくれ。手を俺頼んだんだ。褒められて伸びるタイプと苦笑い、どちらかが強いわけでなく、二人揃って一つになる。 いっぱい喧嘩もするけど感謝していますと話した。三浦は、もともと褒めてたけど、褒めが足りない、と。スローだったら、投げよかったよ今の。リフトだったら、今のスムーズだったね。って褒めてますと苦労。も明かした。来期は SP、フリートも新曲にする予定で、カナダ帰国後に振り付けが始まるという。2年連続どちらかが怪我をしている。 今年はシーズン始めから終わりまで怪我なく健康に過ごしたいと三浦。怪我に最新の注意を払いながら、レベルアップを目指す。